こんばんは、尾崎ゆかです。私の猫の好きな種類ベスト3をこの間ね、YouTube で公開させていただいたんですけど、その猫愛が伝わったおかげで今回、猫カフェにやってきました。今回は、猫カフェモカさん原宿店にやってきました。でもね、一人じゃ寂しいので今日は猫好きの友達を一人連れてきました。どうぞさあ、リミちゃんです。リミちゃん、猫好きなんだよね。大好きです。猫飼ってる？2匹飼ってます。水、オス？オス2匹。オス2匹なんだ、はい、兄弟で。おー、かわいいです。今4歳くらい。お、うちのフィアちゃんと一緒の年。4歳一緒。うまいですね。4歳でね、今日は猫をたくさん癒しきっかけです。癒しで私たちも癒されましょう、はい。うわー、初めてこれ。そう、リミちゃん今日初なんだよね。初なんですよ。初の猫カフェ。初猫カフェ。嬉しい。じゃあ家の猫以外と触れ合うの初じゃん。もうペットショップでいつもなんか可愛いって言って終わっちゃうから、ああこんな触れ合うの。じゃあ触れ合おう。いや、そう、さっきから気になってたんだよね。そうそう、ちょっと絶対この回っちゃってるみたいな。可愛い。可愛いな。何してるの？何してんの？こんにちは。ちょっとね、サンタさんがいるから直してあげましょう。お尻向けないで。でも撫でてって感じなのかな。あ、そんなこともないかな。こんにちは。こんにちは。お、飛んじゃった。ちょっと慣れ慣れしいぞって。私もその猫会議に入れてよ。こんにちは。こんにちは。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。すごい、集まってますよ。新入りです。新入りです。あ、リミちゃんいいの？リミちゃん、新入りだよって。でも中見てるけど、まだ行っちゃう。あ、かわいい。これが猫の目線です。え、かわいいよ。かわいいですよ。君かわいいです。ひみちゃんも猫の仲間入りになった。あ、来てきた。あ、来た。こっちすごいよ。はじめまして。はじめまして。はじめまして。かわいい。お、初めて仲良くなれたかも。待って、かわいい。待って、かわいい。待って、かわいい。リミちゃん、こっち向いて。あー、かわいい。リミちゃんもかわいい。あれで、尾崎さんがアメリカンカール。そう、だから一緒だ。うちの猫と一緒。アメリカンカールはやっぱこの耳がね、カールしてるからアメリカンカールっていうそれはこの反り具合がね、ほんと猫によって全然違うんだよね。うちの猫結構なんかこう曲円を描く C みたいな感じなんだけど、この子はちょっとあの L って感じだよね。極端な感じ。確かにね。だから全然違う。マンチカンのツナマヨちゃんです。かわいい。え、マンチカン長毛ですね。すごい長毛な猫ちゃんです。あ、逃げられちゃった。喋りすぎたから、ずうしくあの入ろうとするから、多分めちゃめちゃずうずうしいぞって思われてる。やめます。この子はスコティッシュフォールドのホタルちゃんです。ホタルくん。ホタルくん、こんにちは。ホタルくんは短毛ですかね。え、柄がすごい綺麗。ティッシュフォールドは垂れ耳ですが、ホタルくんは立ち耳。珍しいスコティッシュフォールドに出会える猫カフェモカさんです。お、誰か来ました。ひよりちゃん。ひよりちゃんです。あ、マンチカン。あ、やっぱ手足が短いですね。かわいいです。あ、かわいい。泣いた。最近どうですか。最近どうですか。
意外といけます、ね、襲われるかもしれないです。ちょっと怖がられました。すいません。あの子、この子は何の種類ですか？なんかマジカのマグラちゃん。マグラちゃん。ちょっと手足長めで。珍しいですよね。でも手足長い。いるんですね。知らなかった。マンチカンって手足短い子しかいないと思って。マンチカンなの。待って、肉球めちゃめちゃ可愛いじゃない。マンチカンまでの手足の短い少ないって珍しくないですね。ね。意外といるらしいです。広い、知らないこともやっぱいっぱいありますね。勉強になりますね。ケミちゃんここに、で先にどうぞ。猫耳がとんがってる。ここにする？オッケーオッケー。一番モフモフしてるのが猫カフェだし、はい、猫になった気分で、はい、もっと猫だ。いいじゃないですか。服がいい感じでピンクで可愛いですよ。ありがとうございます。ゆいちゃん行きましょう。かわいい、かわいい、かわいい。かわいい、似合うね。似合うよ。ジミネコですね。はい。かわいい。あ、耳触ってます。ジミネコちゃん、耳触ってます。でも、ここに耳がある生活なかなかないですもんね。そうだよね。ちょっと私仕事柄たまにつけるんだけど。そうなんですね。たまに耳って生えてくるんだけど。あ、かわいい。そうそう。あ、でも一緒の、今日一緒の猫科だからちょっと嬉しい、リミちゃんと。やったー。猫の気分になって、もっと猫と仲良くなろう。そうですね、うん、同じものを感じてもらえたら、うん、いいね。あ、椅子の下に隠れてるのはどの子？この子は甘夏ちゃん。甘夏？ミヌエ。ミヌエとか可愛い。目がまん丸。おお、カメラに興味津々です。エミちゃんに懐いてます。ちょっと私全然さっきから猫カフェで猫なんか懐いてくれないんだけど、ちょっとリミちゃん教えてよ。なんでしょう、どうやったら猫懐くかな。やっぱフォローを買います。猫になって、せっかく猫目をつけてる。確かに、リミちゃん実践してもらって、え、今ここでちょっとお手本見せてください。なんだそれ、急な甘主ちゃん。この子懐いてます。私懐いてるじゃないか。あ、こうやってやるといいですね。こうやってやると嗅いでくれるらしい。へー、あれ折り曲げるってこと？はい。逃げられましたよ。逃げられちゃった。マイペースですね、やっぱり。え、どこにいるの？ちょっと待ってます。全然ところにいる。猫ちゃん、猫ちゃんの張りの食べていただきます。猫ちゃんが一緒に集中できるように少し離れた位置から、うん、いっぱい食べる。おー、そういうことか、整列って。かわいい。みんな一人一人食べてる。私も整列したら、私も餌支給されたい。ダメですか？猫を見つけてるんでダメですか？猫飼ってる人ってもう写真のフォルダが猫で呼ばれますよね。猫ばっかり。こう食べてるだけなのにさ、なんか可愛くてずっと撮っちゃうよね。同じ画角だと分かっていても冷めたい、この表情。何っていう表情。はい、ということで猫カフェで遊んできましたが、どうだった？今日猫カフェ初めてだったんですけど、うん、初めて、なんかこんなにいろんなたくさんの種類の猫ちゃんと触れ合える機会がなかなかなかったので、めちゃめちゃ癒されて一日の疲れが吹き飛びました。明日も頑張れそうです。頑張ろう。また来よう。はい。いつも楽
楽しかった、久しぶり。猫の分だけ個性があった。ね、いろんな猫がいるよね。いろんな性格の子だって、うんうん、人懐っこい子もいれば、人見知りの子もいるし。やっぱりなんて言っても子供舞台も可愛かったね。見てくださった皆さん、いかがでしたか？皆さんもぜひ、猫好きになっていただいて、猫カフェに遊びに来てくださったら嬉しいです。はい。猫っていいね。いいですね。やっぱりかな。またねー。